はい、皆さんこんにちは、物販講師の黒沢です。先日動画のコメント欄にネットの転売を買い付けとか読んでる時点で爆笑っていうコメントをいただきました。揚げ足取り、冷やかしの意味で書かれたのかもしれないですし、実際 YouTube の自動判別によってコメントが非表示にされていたんですね。文章そのままに対して説明させていただくと、買い付けという言葉は先を見越して多量に買い入れることを買い付けと言いますから、別に転売であっても物販であっても正しいニュアンスの表現かと思います。まあ、こうやって合理的にバンと一周してしまうのは簡単なんですが、この方がおっしゃりたかった真意っていうのを邪推して考えますと、おそらく巷で自分は物販セラーだ物販セラーだって言っている輩の多くがただの転売屋であって、お前らそんなもの物販じゃない、商売じゃないっていう思いがあるかと存じます。その点に関して私も共感できる部分が少なからずございますので、今回は転売と物販の違いについて話をさせていただきます。工場や卸売から商品を購入して小売として販売することは物販って言います。一方、例えば山田電機という小売店で電化製品を購入し、それを Amazon のサイトだとかヤフーショッピングだとかで販売するっていうものは、小売から購入して小売で売っているので転売って言います。私の生徒さんのようにアリババというインターネット上の中国の卸売サイトから商品を購入し、その商品を Amazon で販売するというものは転売ではなく物販だっていうふうに胸を張っていただいていいと思います。ここまでが転売と物販の一般的な説明なんですが、私は物販という言葉をもう少し条件厳しく見ている部分があります。アリババという卸売サイトとはいえ、卸売サイトからただ買い付けてアマゾンに流すだけでは転売屋とやっていることが変わらないんですね。私が考える物販というのは、ただ卸売市場から商品を購入するだけではなく、しっかりとその在庫コントロールを行い、さらに品質の保証、検品などもしっかり行い、プラスアルファ企業努力を怠らない、つまりお客さんがどうすればもっと満足してくださるのかっていう努力を惜しまない人がようやく物販をしているっていう風に言えると思います。というわけで今回はいただいたコメントを皮切りに転売と物販の違いについて説明させていただきました。間違ってもこの方に対する批判を言いたいわけではないので、その点はどうぞあしからずご理解いただければ幸いです。転売物販ごちゃ混ぜになって、しかも転売屋っていう言葉がかなり悪名高いキーワードとして皆さんに認知されてしまっているこのご時世ではあるんですが、堅実な地に足をつけた三方よしの物販っていうのはあります。私自身そういった堅実な物販を皆さんに地道に発信していけるよう今後とも努めてまいりますので、もしご関心ある方はこの動画下の説明欄から5日間の無料講座ご受講いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございます。